よお前ら、まずはじめにお前らに謝らなきゃいけないことがある。50人突破企画のお年玉バナマキのかくれんぼなんだけど、コメント欄に情報をいただいたんですけど、ですね、ルームだとお年玉がばらまけないってことで、根本的な問題ですね、これ。ルールを根本的に覆された。お年玉が負けないってことでね、どうしようかと思って、とりあえず5月7日までにアイデアが浮かびそうにないんで、5月7日の企画はちょっと延期させていただきます。申し訳ございません。ただですね、なるべく iPhone の方も参加できるようなビッグな企画をしたいと思っておりますんで、ぜひともね、コメント欄にどんなのがいいかなってのがあれば教えていただきたいと思います。皆様の力でですね、すごい来るな今日は、皆様の力で盛り上げていってもらいたいと思いますんで、コメント欄にですね、ちょっと待ってほしいな、コメント欄にどしどし50人企画の内容ね、 iPhone も参加できる内容を考えていただけたらなと思います。で、すごい来るな。で、企画が決まったら早速やっていこうと思いますね。とりあえず5月7日のはすいませんが延期でお願いしますと、まあ話は変わりますがね、登録者も今現在69人の方登録してくださっているということで、すぐにねまた新しい企画が来るんで、どんどんねやっていきたいと思いますんで、これからもご視聴よろしければお願いします。じゃあなー。